初めまして、アニメ制作会社で正社員で働いております。3年目なのですが、1日8時間、週6日で働いており、月の半分ほどの残業代しかもらえません。タイムカードを切り残るのですが、賃金が発生しないためペースが下がると遅いと言われ、早くやれば仕事が追加され、必ず残業が発生します。もう辛いので転職したいんですが、相談するとこのご時世に職があるだけありがたいだと言われ、この時期に転職しても大丈夫でしょうか。はい、ブラックな企業はさっさとやめた方がいいですよ。で、辞めるときは労働基準監督署に行って金がっつり取ってください。結局そのブラックな企業が残るとまともに金払ってる企業が潰れちゃうんですよ。まあこれ何回も言ってるかもしれないんですけど、その残業代を払わない会社と残業代を払ってる会社で、どっちの方が経営者が儲かるかっていうと、残業代払わない会社の方が儲かるじゃないですか。で、じゃあそのアニメ業界厳しくなった時に、そのお金に余裕のある会社の方が生き残るわけですよね。で、そうすると残業代払ってる会社と残業代払ってない会社で、残業代払ってない会社の方がお金に余裕があるので生き残っちゃうんですよ。なので、そのどんどん環境が悪い会社が生き残るっていう状態になってるのが、割と今の日本のその飲食だったりアニメだったりとかっていう、その労働集約型の産業がそういう状態になってるので、そのブラックであるっていうのをやで、それを告発して労働基準監督署からちゃんと金を取るっていうのになると、残業代をちゃんと払ってる会社は、まあ労働基準監督署でも大丈夫じゃないですか。で、そのブラックな会社が日本中から全部潰れると、アニメ会社が減るわけだから、ホワイトな会社の利益が増えるんですよ。例えばそのじゃあ世の中に3本アニメがありますと。で、2本はブラックです。で、1本がホワイトのアニメです。で、じゃあどれ見ようかなって言って、売り上げ3分の1ずつになるとするじゃないですか。で、ブラックのアニメ会社が2個潰れました。もう世の中にホワイトのアニメ会社のアニメしかありませんって言ったら、みんなそれ見るじゃないですか。なので、そうすると売り上げ3倍になるんですよ、まあ単純計算でね。なので、ホワイトな会社がその売り上げ3倍になって、幸せな売り上げが入るので、それをちゃんと残業代として社員に手渡しますよと。で、社員も残業代が入って仕事してお金が入るよねって言って、幸せな環境がぐるぐる回るじゃないですか。で、なんで日本はそうなってないかっていうと、ブラックな会社が潰れないからなんですよ。なので、早めにブラックな会社を潰してください。